これ以降、無駄骨の結果、池の中の島へ行き、過去の遺跡を見る。ハラハラ島にて囚われた冒険者が残したノートを発見した。だが、それに書かれていたのは、遠い昔の取り返しのつかない出来事だった。群島が元凶の影響下にある中、彼を助ける方法はあるんだろうか。これなんか、なんていうか、他の任務やってる時に開いたんだけど、その途中でやるとわけわからなくなるなと思って、残しておいたんよ。で、今、一個解決したから、こっちに取り掛かると。なんか古びたノートみたいなのを見つけたんだよね。で、それに書かれてたやつに沿って、なんかいろいろ操作してたら、この世界任務が出てきたと。書かれた場所に行く。下なのかな？わあ。前にも閉じ込められた。面倒。これはちなみに、なんけ、元素四角で見たら順番が出てくるんで、この順番通りじゃないと開かないっていうやつ。まだ訪れてない。この装置が何度も起動するタイプだったら。メッセージを残そう。どうやって？ヒントを残す。お。これでわかるのか？ これ一応ちゃんと書いてあるってことね。じゃあ。これでもう一回もうまた戻ればいいと。行くぞ。いや。向こうの方行って、戻れと。お腹空いてきたな。で、ここで上がるために、またあれだ、また活キャラが、経験値はどうぞ。さあ行こう、相棒。こっちに座れるんよ。めんどいなー。
うわ、角度が。やったか。よいしょ。危ない。危ない。危ない。さあ。古びたノートには綺麗な字でこう書いてあった。やれやれ、この島は本当に危険だな。まさか適当に部屋に入っただけで密室に閉じ込められる危険があるなんて。このノートを読んでいる君、そう、君のことだ。君も密室に閉じ込められて悩んでいるところだろう。でも君の頼もしい冒険者先輩の俺は壁に刻まれたヒントを見つけたんだ。どんな親切な人が残してくれたのかはわからないが、それは確かにこの密室から逃げ出す方法のようだ。俺の綿密な分析によれば、あれは何でもこないある順番で灯すって意味だ。俺は何度か試してついに成功した。だから俺は急いでこの密室に閉じ込められる次の冒険者、これを読んでる君にこの密室を解く方法を残している。どうだ、もし成功したら俺への感謝も忘れるなよ。普通の冒険者は俺のように壁にある刻まれた、なんだっけ、これ痕跡じゃないわ、跡かな、跡を見つけられるほど最新の注意を払ってないだろうからな。この島に隠されている秘密はまだまだたくさんあるようだ。俺は先に山の上の遺跡に進むぞ。これでいいのか。またあるのかな。なるほど。古びたノートはこんな感じでよかったらしい。あ、ちなみにここね、ハラハラ島ね、今のね。で次はそっちなんだ。ちょっと遠そうだな。ボートで行かんと。あの宝箱は普通に敵倒せばいいだけか。あ、間違えた。難攻不落。今の一瞬の前。雨を描きがたし。犯罪の名に。方面に見えたよな。あれ？こっちじゃなかったっけ？あったあったあった。これは何？何もないんだけど。何もないな。あいつらかな？炎系のやつが今入れ替えるの面倒いな。見せよ、オープン。岩山八九天道、ここにある。難攻不落。お嬢様の。こちらを倒せばいいということでもないのか、ちょっとわからんな。とは
そこの、あ、あれか。あれっぽいね。そしてこれは何だ？あ、取れるの？あ、取れるのっていうか、あれじゃないのか。何か使うのか。お友達が増えたね。別の使い道。違うの。そんな簡単なことじゃなかったな。あの壁にあったやつなくなったな。ええか、ここまた改めてよしようか。カード敷いていきます。この子もです。いってきます。いってらっしゃい。ありがとう。あ、2時間目データ取って切り替えようか。47285。この1時間7946。すごい。原神。61446298122。広角プラス17400。切り替えてこっち次ので行こうか。